くんごぼんご、今週もありがとうございました。ね、お聞きいただいて、オリンピックの最中ね、本当に、メッセージもね、いっぱいいただき、本当嬉しいでございますよ。そんな中、ディレクターである、中村さんのお母様から、ご連絡がありまして、くんごぼんごいいねと。ね、かかってるくんごさんの部分をね、曲いいねと。78歳だそうです。これね、子供たちもね、結構ね、キャ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 踊ってんのよ。いろんなところでやってるから、子供たちの反応も見えるから、あれなんだけど、お年寄りまでいけると。ね、今ダメだ。78歳お年寄りって言ったら怒られちゃうわ。ね、お年寄りっていう概念がね、そもそもこの世界からなくなりつつあるらしいので、その70代、そろそろ80代の方まで。ね、下何歳ぐらいだろうね、3、4歳ぐらいからほんとキャキャ踊ってるからさ、これなんか来んじゃねえかなと、みんなの歌を本気で、目指したいと思っておる今日この頃でございます。で、レコーディングをね、し直すので、もうちょっとアレンジ変えてねやろうと思っているので、楽しみに待っていてください。そんな昨今、そんな昨今ってのもなんだけど、沖縄で今いろいろありますね。まあ高江だったりね、まあいろいろあるんですよ。福島もまだいろいろ続いてるでしょ。で、他のオリンピックの報道のオリンピックの放送の裏に今いろんなことが、日本だけでもいっぱい起きているみたい。詳しくは自分でみんな調べてね。で、僕は右も左もなく真ん中を行けっていう意味でフライトナンバーナインっていう曲の歌詞を書いたんですよ。まあブブさんと一緒だけどね、一緒に書いて、僕はどっちも極端なのは嫌なの。王道で真ん中を行くようにして、なんていうのかな、世の中の、空気があれ言っちゃいけないんじゃないか、これ言っちゃいけないんじゃないかっていうのが今強すぎて非常に気持ちが悪いのね。なので皆さん考える習慣を、つけていただきたいなと思う次第です。考えて各々の、答えをちょっとずつ探す。で、考えるためには、思いを馳せることも大事だと思います。いろんなことが同時進行で起こっていて、それはオリンピックも楽しいからいいの、高校野球も俺大好きだからいいの、ただそれの裏にいろいろ動きがあるよっていう、天皇陛下の発言もありましたよね。いろいろそのオブラートに包んでるんじゃなくって、俺皆さんに考えてもらいたいことが今山のようにあると思うので、ちょうど原爆も落ちた、州でもあるわけでしょ、ね、長崎と広島全然関係ないけど、うちの親父が広島の原爆の日にも生まれで、うちの、神さんの親父が、長崎の原爆の日生まれなのよ。まあ別にだからなんだってわけじゃないんだけどさ、原爆つながりのうちの両親っていうね、なんかいろんなことをどんなとっかかりでもいいから、考えましょうというふうに、強く思うわけです。どんな意見でも結構です。皆様それぞれ自分の意見を持って、それを口に出すのがはばかれない世の中であることを、切に願っている次第でございますので、いろんなニュースのかけらが、まあ、新聞もそうだろうし、週刊誌の方が特に強いよね。あと日刊誌ね、もちろんインターネットもそう、ちょいちょいつまんで自分の意見を、なんとなく持てるようにして、いけたらなと、皆さんで私も、思う次第でございますね。ちょっと真面目な話をしちゃったけど、なぜかというと、ちょっとえげつない動きがいっぱいあるなっていうのをなんかねすごい感じちゃったのね。で、楽しくやっぱり夏休みを過ごしていたいし、まあそういう時間もないしね、俺明日から夏休みなんだけどさ、そうなの。なんだけど、どこか頭の片隅に今起こってる現実を、これはどういうことなのかなって考えることも大事なんじゃないかなと、ふと思ったので、一応このビデオの中に収めておきたいなと今日思っておりましたね。来週も、くんごぼんご普通にやりますので、皆さんまた
メッセージ、いや今日でも嬉しかったよ、俺だってさこんなにね世の中ざわついてる時じゃん、あの車で移動して混んでて動かねえって人もいればさ、オリンピックでキャーっつって高校野球でわーってね、で親戚一同集まったりとかね、今日祭日だしさ、の中でもメッセージで番組ができちゃう、これ俺嬉しいなと思うので、全国の皆さん、全世界の皆さん、またどん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 メッセージをください、楽しみに待っております。くんごぼんご、また来週ありがとう。